どうも皆さん、外役リンクス実況者のリュウです。祝いシャイニング松坂ご結婚。皆さん、ツイッターは確認されましたでしょうか。皆様へいつも応援していただき本当にありがとうございます。突然のご報告となりますが、私松坂桃李は戸田恵梨香さんと結婚いたしました。うわー、デビュー以来たくさんの方に支えられ、たくさんの実りある現場に立たせていただきました。生活環境が変わることにより、これまで以上の責任と覚悟を持ち、何事にも真摯に向き合っていきたいと思っております。これからもよろしくお願いいたします。2020年12月の10日、松坂桃李と本当におめでとうございます。大変めでたい、これはめでたい、今年一番のニュースでしょう。2020年年の瀬にして超大物夫婦の誕生でございます。ここまでのですね、あの大物夫婦の誕生全く予想できませんでした。ちなみにね、あのたまに僕がね、あの東京に行った時に、あの首脳会談っていう名前で、あのリンクスのオフ会みたいなのを開いてまして、で、あのそこにはね、あのシャイニングの兄貴とか、ミスター社長子さんとか、あと栗原るいさんなんかも参加していただいてるんですけども、あのマジで女関係の話1ミリもしないんですよ。全く女関係の話しないんですよ。全くしない。私もね、全く知りませんでした。一切。くっそ、やりやがるぜ、兄貴。ガチでね、あの遊戯王の話しかしないので、あのマジで僕もびっくりしたのと、視聴者の皆さんと一緒にびっくりしたっていうのと同時に、とてもね、嬉しい気持ちになりました。まあ、今日はあのただあのお祝いの動画になってるんですけども、まずね、大前提として、松坂の兄貴がなんでね、僕らからここまで慕われているのかということなんですけれども、兄貴がデュエルリンクスをガチでやっている生粋のデュエリストだからなんですよ。須田さんのラジオでも、繰り広げられました遊戯王トーク、あの須田義王とねもはや伝説として語り継がれております。はい、あの聞きたい方はなんか頑張って探してください。で、まずですね、まあ、事の発端に関しては、あの、Jキャストニュースでね、あの、取り上げられてますんで、概要欄にあのリンク貼っておきますんで、よかったら見てください。今回は、ここから、この、戸田恵梨香さんと、あの、シャイニング松坂のご結婚、まあ、シャイニング松坂とライトニング戸田って呼んでるんですけども、シャイニング松坂とライトニング戸田が結婚することによって、何がこの遊戯王界に起こるかというムーブメントについて、こちらね、解説していきたいと思います。まずですね、あの兄貴はね、職業がデュエリストなんですよ。趣味で俳優をやってるんで、彼はあの職業がデュエリストだって趣味で俳優をやってるんで、したがってもちろん常にデュエルリンクスをやっているわけですよ。したがってもちろん家でもデュエルリンクスをやりますよね。家でも。そうすると、シャイニング松坂がデュエルリンクスをやっているのを家でライトニング戸田が見るわけですよ。ライトニング戸田エリカは何やってんのそれ、面白そうってなるわけですね。多分私の予想、あのライトニング戸田結構ね、好奇心が旺盛だと思ってるんですよ。結構知らんけど、だからおそらくライトニング戸田は、あ、それ面白そうってなりまして、私もデュエルリンクスやろうってなると思うんですよね。でシャイニング松坂もおお一緒にやろうぜみたいになって、ってことはですよ、簡単に言うと、そう、つまり戸田恵梨香デュエルリンクス参戦来た。これ神ゲー来ました。神ゲーです。これは僕らはシャイニング松坂とライトニング戸田が熱狂しているゲームをプレイしているっていうことになるわけですよ。普段ねビクビクしながらあのデュエルリンクスをやっているそこの男性諸君、もうビクビクしなくていい。だってあの正義の大物夫婦が2人でデュエルリンクスしてるんですから、胸を張ってこう答えましょう。松坂夫妻がやってるんだぞ、やらない方がどうかしてる。以上です。そしてですね、あのヤフーニュースの記者の皆さん、松坂桃李がなぜキングと呼ばれているかっていう記事を、まあ、投稿しておられましたけれども、あのもうキングなんて呼ばれておりません。あの僕らはね、あの尊敬の念を込めてシャイニング松坂と呼んでおります。情報の更新をお願いいたします。あの理由はちょっとあの説明しだすとめんどくさいんで、誰かあのコメント欄で、誰かコメント欄で補足してください。はい、近い将来シャイニング松坂とライトニング戸田の遊戯王番組がね、コナミの公式チャンネルでアップロードされることでしょう。僕は全力でコナミさんを応援いたします。トップコートは強いぞ、頑張れコナミ広告宣伝部。それではまた次の動画でお会いしましょう。終始茶番ですまん。